こんにちはお金のの運営チーム代表の東です今回は一昔前の FP2 級のタックスの分野の品質論点を一緒に確認していきたいと思います。先の動画でもお話ししたんですけれどもこの動画は集中力を持って勉強するという動画ではなくて集中力が切れた時にラジオ感覚で聞いていただくことを想定して作っていますので。 今から頑張るんだという方はです、ね、この動画ではなくてもし、えー、を解いたり過去問を解いたりあるいはどうせ動画を見るのであればお金の寺子屋の直前対策動画をご視聴くださいえというわけでえ早速始めていこうと思いますえまずは所得税の基本についてですえ所得税は個人の所得に対して課税される税金ですけれども個人がいつからいつまでの間に稼いだ所得に対して課税されるでしょうかという問題ですこれは一歴年間ですね 所得税は1月1日から12月31日までの間に得た所得に対して課税されます。法人の場合は1年間を自由に設定することができるんですけれども、個人はみんな同じです。では続いて、課税総所得金額に対して所得税の税率はどれだけ課されますかという問題なんですけれども、課税総所得金額というのは、総所得金額から所得控除を引いた金額だと思ってください。 つまり総合課税される所得に対してはどのような税率が課されますかということなんですがこれは定率ではなくて超過累進税率が課されることになります所得税は基本的にお金を稼げば稼ぐほど高い税率が課せられる税金だということですでは続いて所得税は何方式の直接税ですかという問題です税金には申告納税方式と付加課税方式の2つがあるんですけれども 所得税は納税者が自分で税額を計算する税金です。つまり、申告納税方式の税金だということです。では、所得税の基本は次が最後ですね。所得税の計算の際には、所得は何種類に分類されますかという問題です。これは10種類ですね。利子所得から雑所得まで10種類に分けて、それぞれの稼ぎ方に応じて課税方法を変えているということです。 でではは続いては損益通算の論点です。所得税の計算上赤字が出た時に損益通算することができるのはどの所得でしょうかという問題なんですけれどもこれは富士山上で出会ううプラススととマイナス3というがありましたよね。つまり不動産所得事業所得山林所得譲渡所得の4つなんですけれどもただこの4つに当てはまったからといって必ずしも損益通算できるわけではなくって。 例えば、株式等にかかる譲渡所得については、給与所得なんかとは損益通算できませんし、不動産所得については、赤字が出たとしても、えっと、あの、土地取得のための借入金の利子については損益通算の対象外とされていますから、そのあたりも押さえておいてください。あと、これ結構間違えやすいのが、例えば、雑所得で500万円の利益が出ました。そして事業所得で200万円の損が出ましたっていう時に、 雑所得のプラスと事業所得のマイナスは損益通算できるんですよ。つまり、富士山上の所得じゃなくても、プラスの金額があれば、富士山上のマイナスと損益通算することができるんですね。まあ、雑所得のプラスとか、一時所得のプラスとか。で、まあ、この富士山上というのはあくまでも赤字が出た時、損益通算できる所得ですから、そのあたりは勘違いしないようにしてください。では続いて、医療費控除の金額です。 医療費控除は支出した医療費の全額控除を受けることができるわけではなくて一定の計算式に基づいて控除額が求められるんですけれども医療費控除については基本的に払った医療費のうち10万円を超える部分について医療費控除を受けることができるんだと思ってください。なのでセルフメディケーション税制とか考慮しなければ 1年間に払った医療費が、正味負担した医療費が10万円以下であれば、医療費控除を受けることはできないということだと思ってください。ただ、総所得金額などの合計額が200万円以下の人については、総所得金額等の合計額の5%相当額を引くこともできるんですね。なので、総所得金額等が100万円なのであれば、つまりあんまりそのお金が稼げていないんであれば、 その総所得金額等の5%を10万円の代わりに引いてあげますよということで、100万円の人であれば5万円を引くことができる、つまり医療費控除の計算のうち、控除の金額が小さくなりますから、その分控除額が増えて、たくさん医療費控除を受けることができるようになるわけで、お金をあまり稼げてない人については、ちょっと優しい制度になっていると思ってください。ちなみに これ無限に控除を受けることができるわけではなくて最高で200万円という制限もあります。では続いて住宅ローン控除についてです。住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンの償還期間の要件があって、基本的に10年以上の借り入れ期間がなければ住宅ローン控除を受けることができないんですけれども、 もし繰り上げ返済をすることによってトータルの返済期間が10年を下回った場合にはどうなるんですかという問題が問われることがあります。これは繰り上げ返済をして10年を下回った年以降住宅ローン控除を受けることができなくなっちゃいますので気をつけてください。では続いてまた住宅ローン控除ですが住宅ローン控除を受けるための合計所得金額の要件を答えてください。 これは3000万円以下であることとされています。まあ、暗記問題ですね。でちなみに、えー、住宅ローン控除を受ける際に床面積要件もあって、えー、居住用、もっぱら居住のように供する部分が二分の1以上ですとか、あるいはの面積の要件もあるんですけれども、えー、基本的に住宅ローン控除を受けるためには、 床面積50平米以上なくてはいけませんただ、合計所得金額が1000万円以下の人については40平米以上でもいいですよというふうに最近税制が変更されましたので押さえておいていただければと思います。つまり、もっぱら居住のように供する部分が2分の1以上というのは変わらないんですけれども合計所得金額が1000万円以下であれば40平米以上1000万円超3000万円以下であれば50平米以上ということになっているんだと思ってください。 では続いて中古住宅を購入した場合住宅ローン控除を受けることができますかできませんかという問題なんですけれども中古住宅ででも一定要件を満たせば住住宅宅ローン控除を受けることができます中古住宅はだめですよっていうとみんな新築ばかり買ってですねあの空き家がどんどん増えてしまいますからさすがにそういう政策になっていることはなくてあのちゃんとした中古住宅であれば中古住宅も住宅ローン控除を受けさせてあげますということになっているんだと思ってください。 では続いて、給与所得者が必ず確定申告をしなくてはいけないのは、どのような場合ですかということで、これは、やたらにぎわう確定申告会場という語呂合わせで覚えていただきたいんです。つまり、給与所得者が確定申告をしなくてはいけない条件については、やたらにという数字が出るということです。収入金額が2000万円以上、給与収入金額が2000万円以上、それから給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超えること、それから、 2箇所以上から給与を受け取っているなどの要件を満たした場合ですねでは続いて給与所得者が住宅ローン控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですかという論点なんですけれどもこれは1年目のみ確定申告が必要で2年目以降は年末控除を受けることができます。 で、なんでこういう制度になっているのかというと、まあ、給与所得者は基本的に会社が給与所得者の事情を把握してか、代わりに税金を計算してくれるんですけれども、個別の従業員たちが住宅ローンを組んだ、組んでないっていうのは、事業者は把握してないんですね。なので、1年目については、給与所得者が自分で確定申告をしてください。で、その時に所定の書類をもらって、 その書類を事業者に提出すれば、事業者は、ああ、この従業員は住宅労働控除を受けてるんだなということがわかりますから、翌年以降はそれ込みで代わりに税金を計算してくれるという仕組みになっているんですね。でちなみに、ここの問題ではないんですけれども、給与所得者が控除を受けたいんであれば、自分で確定申告をしなくてはいけない所得、3つあるんですけれども、これも押さえておいてください。 語呂合わせで言うと、寄付をしたら、いざ確定申告会場へということで、寄付金控除、医療費控除、雑損控除については、給与所得者が控除を受けたいんであれば、自分で確定申告をしなければいけないというルールになっています。理屈は先ほど申し上げたのと同じで、会社は給与所得者の事業、ある程度は把握してるんですけれども、 それぞれがいくら寄付したとか、あるいはいくら資産に損害被ったとか、いくら医療費払ったとかは把握してませんので、その部分については会社が考慮せずに税金を計算してくれているわけです。なので、その分考慮して税金安くしたいんであれば、自分で確定申告をしてくださいというルールになっているんだと思ってください。では続いて、法人税の確定申告の期限は原則としていつまでですかということです。で あの、所得税については確定申告の期限が原則として2月16日から3月15日と日付で決まっているんですね。なぜなら所得税はみんなが11月1日から12月31日までの所得に対して課税されるからです。ただ、法人は自由に1年間を設定することができるので何月何日までに申告してくださいという日付は設定できないんです。で、これも、え、ー やたらにぎわう確定申告会場の語呂で合わせで覚えていただきたいんですけれども法人税の確定申告の期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内とされていますので覚えておいてくださいでは続いて法人税の計算上損金参入することができるできないの判定についてです損金参入することができる金額というのは収入 あの益金を得るために、まあ、益金っていうとちょっとね、あれかな、ちょっとまああの細かい表現はあの突っ込みどころがあるんですけど、まああの儲けですね。お金を稼ぐためにどうしても払わなくてはいけないお金、避けられないお金については損金参入することができて、そうではないお金については損金参入することができないんだと思ってください。 まず固定資産税や都市計画税というのは、まあ、あの事業を営むためには必ず払わなくてはいけない税金ですからこれは損金参入することができますそして地方公共団体への寄付金についてもあの税金安くするので寄付をしてくださいと、まあ、寄付を促すために損金参入することができることとされているんですねで法人住民税ですとかあるいはここにないですけれども法人税についてはこれは お金を稼ぐために払わなくてはいけないお金というわけではなくてお金を稼いだ後の結果利益が出たのであればそれについて税金払ってくださいよというイメージの税金ですからこれはお金を稼ぐための経費ではないんですねなので法人住民税については損金参入することができませんでも次がちょっと厄介なんです法人事業税です法人事業税については結論から言うと損金参入することができるんですよ でなんでかっていうと、法人事業税というのは、法人が事業を営む際に、その地域の道路ですとか、まあ、いろんなインフラを使いますよね。で、そのインフラの利用と量として徴収されるというのが法人事業税なわけです。 つまり、法人が事業を営むためには、地域のインフラを使わなくてはいけません。そのためには、法人事業税を払わなくてはいけません。なので、法人事業税については、損金参入させてあげますよ、というルールになっているんだと思ってください。では続いて、えー、とまた損金参入の話なんですけれども、今度は、交際費などです。期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費は、 いくらまで損金算入することができますかというルールーなんですでこれは100億円以下の法人については接待飲食費の50%相当額なんですけれども1億円以下の法人についてはそのルールだけではなくてもう一つおまけがあって 800万円ととどちらか好きな方を選んででいいですよとつまり年800万円もしくは接待飲食費の50%相当額のどちらか多い金額までであれば損金参入させてあげますよというルールになっているんだと思ってくださいちなみに法人税の計算においては1人当たりの金額が5000円以下の一定の飲食費についてはこのルールにおいては対象外になって全額損金参入することができますので 例えばそうです、ね、あの1人当たりの金額が5,000円以下の飲食費がトータルで1,000万円になりましたって言ってもそれは全額損金算入することができて800万円とか50%相当額というルールには関係ないんだと思っていただければと思います。続いては役員が法人に対して時価の二分の一未満の対価で資産の譲渡を行った場合。 役員に対してはどのように課税されますかという問題なんですけれどもこれはちょっと一旦飛ばして次の問題に移りたいと思います次の問題説明してからここに戻ってこようと思うんですけれども次の問題は法人が役員から時価未満で資産の譲渡を受けた場合法人にはどのように課税されますかという問題ですこれは例えば法人が役員から時価が10億円の絵画本当は10億円の価値がある絵画を 1>, 1億円で買いましたというと10億円の価値があるものを1億円で買うことができたつまり9億円儲けましたねというふうに課税されますなので法人に対する課税関係は時価と対価の差額が益金として課税されることになりますこれ逆の立場役員から考えると役員は1億円で絵画を購入して今時価が10億円に跳ね上がりました でもその絵画を法人に対して1億円で売った場合には、どのように課税されますかというのが一つ前のこの時価の2分の1未満、うんぬんの話なんですけれども、ちょっと考えていただきたいのが、例えば役員が1億円で絵画を買いました。その絵画の値段が10億円になりました。つまり9億円儲けているわけです。これ役員がそのまま自分で売ってしまうと、所得税、住民税合わせて55%の税金を最高で払わなくちゃいけなくなるんですよ。でも、 一旦法人に1億円で売って、1億円で買ったものを1億で売りました。役員の儲けゼロですよ。で、法人は10億円のものを1億円で手に入れました。9億儲けましたってすると、法人は23.2%の税金で済むんですよ。なので、役員個人で売るよりも、一旦法人に移してから売った方が納める税金が低くなるっていうことで、あの、このような取引を しようとする人が現れるかもしれないんですけれども、さすがにそういうことをするのはダメでしょうということで、この問題のように、時価の2分の1未満という対価、つまり一時留意しく低い対価で、役員が法人に対して資産を譲渡したのであれば、妙な取引が疑われるということで、本当は今のケースで言うと1億しかお金を法人から受け取ってないとしても、時価で売ったんだとみなして課税されることになります。なので、あの、 どっちみち9億円の儲けが個人で課税されるということは避けられないといととうことですねでは続いて役員が会社に対して無利息で金銭の貸し付けを行った場合役員に対してはどのように課税されますかということなんですけれどもこれは特別な課税関係生じませんあの役員が自分の会社にポケットマネーで資金繰り苦しいからお金貸すっていうのは、まあ、世間的によくある話なんですよ。 でそういう資金繰りが苦しい中小企業はあまりいじめないでおきましょうよということで、そういう取引をしたとしても課税関係は生じないんだと思ってください。では続いて、会社が所有する社宅を役員に無償で提供している場合、つまり役員が無償で社宅を使っている場合、役員に対してはどのような課税関係が生じますかという問題なんですけれども、これは考え方としては、 え毎月ただで家に住めてるとえつまり、えー、本当は払うべき、えー、家賃を払ってないで住んでるつまり役員が儲けてるっていう考えてるんですねでもその儲けっていうのはまあ、会社が役員に対して給料を払ってるのと同じですよねということで、まあ、税金の計算上は、まあ、役員に対して賃貸料相当額の、えー、どういう表現だ答え見ちゃおう 賃貸用相当額が定期同額給与として課税されるということになるわけです。では続いて、消費税のみなし仕入れ率ってどのように計算されますかということなんですけれども、所得税のみなし仕入れ率って、90%からいくらだったっけ、50%かな、えーと、すみません、所得税の、所得税じゃない、消費税、あセ40%ですね。 不動産業40%から卸売業90%まで区分されているんですけれども、みなし仕入れ率ってあの、今申し上げたように、事業の種類によって定められているんですよ。なので、売上高ですとか、従業員数によってみなし仕入れ率が変わることはありませんので、そのようなきっかけには気をつけてください。では続いて最後ですけれども、個人事業主の消費税の申告期限は、 翌年のいつまでですかという問題ですが、これは3月31日までになっています。の所得税とか、あの、贈与税の3月15日とは混同しないように気をつけてください。ちなみに法人の消費税の申告期限は、あの、中間納付とかなければ、あの、翌年の 翌年じゃない、えっと、課税期間が終了して2ヶ月以内になっています。つまりこれもやたら賑わう確定申告会場という語呂合わせで覚えることができるんですけれども、そのあたりも余裕があれば押さえておいてください。というわけで、今回については以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。